アニメ、機動戦士、ガンダムシードシリーズの約20年ぶりの完全新作となる劇場版、機動戦士、ガンダムシードフリーダム、1月26日公開の大ヒット号令、スタッフトークイベント第1弾が2日、都内で開催され、CG アセット編として、中俊和プロデューサー、藤田進む、3DCG 制作デスクが登壇した。公開66日間で観客動員数259,428人、報酬42億2,975万6,590円を突破する大ヒットとなっている。福田土夫とつお監督、メカニカルアニメーションディレクターの重田聡氏と約2年にわたって膝を突き合わせた藤田氏。イベントでは制作の裏側を明かし、秘話も次々と判明した。